デルコビズ。財務省が8日に発表した10月の国際収支速報によりますと、海外との物やサービス投資の取引状況を示す。経常収支は641億円の赤字でした。赤字は今年1月以来9ヶ月ぶりです。円安の進行や原油高などで輸入額が大幅に増加し。 貿易収支が1兆8000億円を超える赤字になったことが要因です。